はい、こんにちは、ブルーホースです。ということで、今回もやってまいりましょう。マリオストーリーということでね、ピーチ姫からです。自分はどうしてるかしら？怪我をしていたら、心配でボン！大丈夫です！今からの写真数、助けて、近いからセンクロー！ちょ、キャラの使い分けがもうできなくなっている。逃げ出す方法、でも扉の向こう側には、向こうの窓からも出られそうにありませんよ、と。はい、そうだわ。そういえば、この辺のどっかに秘密の抜き道が大臣が話してたわ。ティック、それを探してみましょう。ピーチ姫のご自身のお部屋なのになぜか、はい、知ることができないでし、わかっていないということですね。なんか自分が来ているものよりもなんか、あれだね。同じようにたくさんありますね。同じようには少しデザインが違うのよ。本当に？まあ、全部あれだね。ちょっと黒いというか。え？なんだ？お化粧でもしてんのかな？パフ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 。あー、おー。マリオさんの写真、見ちゃ嫌よ。大好きなんですね。大好きなんですね。眠ってる場合じゃないわ。頑張りましょう。不眠不休で頑張るということですね。綺麗なお花でしょ？いい匂いね。本当ですね。外に出るんかーい。でも、ここ特に別に何も調べる。なんか、ローヤルゼリーとかそういうのが出てくるわけじゃなく。ですよね。ですよね。じゃあ行きましょう。で、ここをやるんだけど、こっちに行ったら多分、見張りがいるわ。って言って、秒で見つかるやつ。ちくわー。抜け出されたら困ります。申し訳ない。お部屋に戻ってきます。たったらったらったーららったった。姫様の扱い、くっそ雑なんだよな。大丈夫ですか？ビジン、平気ありがとう。もう、どうして見つかったのか、こっちの手は出られそうもありませんね。あいつらも不眠不休なのかな？じゃあ、どっちのが、あれだよね、寝ずに戦えるかっていうの、ちょっと、あれだね、競争しなきゃいけないですね。頑張ろ。頑張ろうぜ、ピーチ姫。来た。そして、柵が、なくなった。熱くないのかな？ずっと思ってたのに。なんか、A ボタンを押したら、ピーチ姫がピュンピュン飛べたりとかしたら面白いんだけど、そんなことは問いやがい。ドゥル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 。あれ？ここは一体？じゃあ、日記でも読みましょう。おや？これ誰かの日記みたいです。読んじゃいましょうか。読むもちょっとだけも一緒なんだよね、意味がね。そしてこっそりと。はい。うん。何何？星が詰まるのにじゃあれ。今日は星の国へ行ってスターズを奪ってやった。これで我が輩は無敵なのだ。7人の星の生徒たちも我が輩の邪魔をしないにあちこちに閉じ込めてやったぞ。今日はよく働いたのに少し疲れたのだ。晩飯がうまかった。なんだかどっかで聞いたことある話かったかな。もっと読んでみますか？もうちょっとだけ。じゃあ読んでみますね。星月丸月日、曇りのち晴れ。今日はパワーアップしたクッパ城でキノコ城を高く高く、その高く持ち上げてやった。その後キノコ城行って、丸にやっつけてやったのだ。愉快、愉快。その後ピーチ姫を捕まえておろし、早く仲良くなりたいのだ。って、この日記ですよ。どうしましょう、読む。はい。トリゲのノコブルスが周りようにやっつけられたらしい。星のせいにも逃げる。あ、早っ。情報が早っ。絶対に許せ、憎きマリオめ。思い返しても腹が立つ。でも心配いらないのだ。マリオでアラビンに石に閉じ込めたお城さんが助けられなくないのだ。クラクラ砂漠のどこかにあるアラビンに石を見つけるには砂漠の謎を解かねばならない。マリオにそんなもの解けるわけがないのだ。だから安心なのだ。安心したから今日はもう寝るのだ。クラクラ砂漠の石、そこにお城さん様の一人が捕らえられているんでしゅよ。ティック、このことマリアついてくれないかしら。いいわかりました。早速マリアさんのところに行ってきます。チャーリードゥル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 ドゥお前たち何をしてるんだ？ピーチ姫さっさと部屋に連れ戻すのだ。しげつみせ、誰ちに。あれ？ピーチ姫のどうやって部屋から行ったのかな？それでも飛んだのかな？あ、お尻に触られてるもん。キャーエッチにつけない。待ってちぃ。星だからキラキラ輝いてるのかなって思うけど、なってないってことはやっぱそんなにあれなのかな？輝きがまだ足りないのかな？お子ちゃまですね。そう、ノコボロス。マリオよ。お主ならきっとやってくれると信じておった。まことにかだしてない。心礼を言うぞ。お主がノコブロスを助けてくれたおかげで、ん？違う。ノコブロス助けてねえわ。
封じられていたわしの力も徐々に戻ってきたようだ。この体に力が戻ったからには、わしも、あおう。そうだね、ノコブロス倒してくれたわけでね。くる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 、まあ、5ずつ回復と、あとまあ、毒を回復してくれてね。スーパーシチューウルズ。いや、結構です。大丈夫ですね。いや、別にいいっす。なんでこれ念を押してくるんだろうね、こいつらいつもね。キンクといいさ。マリオよ、よく聞いてくれ。一刻も早く、他の星の星たちを助け出してほしい。わしが7人集まるスタッフラッシュという技。随分と画期的な技の名でございますね。抑えることができる。つまり、スターの杖は、スター1体に対しては、スターの杖の方が上位互換だけど、さらにその上位互換が7人の星の力っていうことってことですよね。はい。てて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 てピピ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 ンキーちょうだいピンキーちょうだいピン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 してるピン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 、あれこっちに爆発、あれ違うの、入り口か、ここ入ったところすぐかな、あれここさ違ったっけ、あれどっかになんかさ、入ったすぐのところになんか爆発するところってなかったっけ、あ、ないね。気のせいか。よいしょ。おいやーん、お前たちと戦う気はないでございます。どうしよう。めんどくせえや。おい。じゃあカットしろよって話だよな。一回逃げるかな。もういいや。一瞬、ポーン。わー、やられた。痛いよー。助けてー。すごいね。すごいすごい。痛いよー。はい。あー、でもあれだね、レベルアップしたからなんだろうね。これだから、あれもね、ポケモンと一緒で、レベルアップしていけば、必要な経験値っていうのが上がるから、スターポイントがね、だんだん手に入らなくなってくるんですよね。逆に言ったから、このレベルのままで、超強いやつと戦えていけば、もらえるスターポイントも、でっかくなっちゃったーってするんですね。で、あー、セーブしてね、まあ、いいか。うい。少し一個回復して、と、チュー、チュッ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 チュー、チュッチュッチュッドーン。これでどこ戻れるのかな、どこに行くかな、どこに行くかな、ドゥルッドゥッドゥッドゥルルルルー。あ、そういえばあれだ。前回レベルアップしたフラワーフェール。バッチつけてなかった。今つけとくべきバッチってなんだろうな。目回しスピン。あー、別になー。いや、あと一個あんのか。まあ、じゃあ、とりあえずコイン戻るでもそっか。いやー、でも、まさかね、前回さ、やってさ、まさかまさかのね。ちょっと待って、ほい、よいしょ。あー、戦う気がないでございましゅー。しかもめっちゃおるわん。うわー、めんどくせえな。初ダッシュで逃げましょう。ヒュン、コインなんかくれてやるほい、よしと。たらたったったったらたっ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 た、あ、そっか。ああ、でもそっか。結局見直さなきゃいけないから。あうわわう。あ、こいつだけはぶちのめしとくか。と思ったけど、あ、でも多分こいつもくれねえんじゃねえか。どう？どう？くる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 。あ、一応くれるんだ。じゃ、何をしてございます？ピッピッピッピーン。まあ、何よりはあった方がいいからね。ピッピッ。つらい。辛いよ。あ、やった。さっき捨てた2コインが帰ってきた。あ、ちょ、待って、ちょ、危ない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 。物知りをしなきゃいけないんだけど、あれ？あ、できて。はい、マリオ、待ちきてぜ。ここに来るって何だよ。この前の帰りフェンシックぜ、行くぜ、かっこいいじゃん。けなげだよね。かわいいよね。よし、じゃあ先に行きましょう。水結構リアルだったな。水しぶき結構リアルじゃなかった？マリオ！エスカードウィーン！お前コアップじゃないか、マリオつけてるの身のこと知らずだぞ、うるせえ！マリオ、もちろん俺のこと覚えてるだろ？ちょっとすいません。俺のこと覚えてないでいいか、俺はコアップだ！
だってもう名前がコアッパだもんね、本当にね。マリオ、俺が目指した新しい技を見せてやるぜ。うおー、確認、どうだ。これならと予想しなかっただろう、これなら。むしろ退化してるように見えるんだけど、俺からすると。どうしようかな。ガツンとするか。でやーかっさー、まさかマリオがシャネテクニックを見つけつけていたらシャバルからシャバルでーすいどっせい。ただの気合い野郎なんだよな。気合いでなんとかなるんか。よく相変わらずの毒舌。卵の隠れに隠れる、なんだか可愛くて怖い凶だよね。今のオイルたちならちょちょいのちょいだよ、多分。まあ油断しなければね。ほいうえ。まあちょっとくらい花持たせてやらないといけないからね。よいしょ。まあどうせ戻ったらすぐに回復できるから、よいしょ。ほいんで、どうしようかな。まあじゃあピンキーで爆発しちゃいましょう。意外とあれだね、卵の殻が重いのか、あの結構こう意外とすぐシュンと降りてくる。よいしょ。ほいで、うぃー、あーあー4だね。オッケー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 。次のターンでおしまいですと。よいしょ。もう慣れた。はい、もうおしまいです。ピッ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 ドゥフ。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい、あげちゃう。ドッセイ、ピョ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 。じゃあ、泣きっ面に蜂でもしましょうか。ほげー。ほげー、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 ほげー。こいつが後のホゲータです。じゃあ、ちゃっ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 ちゃ。もうあの、このワンパートの中でティンクの声めちゃめちゃ変わってっからね。そうですか？いや、ちょっと曲長いでございますね。さち、トラブルで星の戦闘を助けてくださったりして、ちょっと頑張ってみました。さあ、ちょっと、ちょっと、せて。いや、あんなこと言われても。で、そのままピーチ姫を突き落としてさ、どうせ紙なんだからさ、ひら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 って言ってるんで、あの地面にピキンって突き刺さっておしまいってところだからさ。さ、なんか手紙来てないかなーん。てかてっ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 て。よー元気か？はいはい、マリオさんこんにちは。新しい手紙届いたの、どの手紙読みますか？あ、じゃあ、カメキに読み、カメキ。マリオには続いてない、届いてないのか。チャオズの妻、はいどうぞ。カメキちゃん、元気でやってるかい？この間、カメキちゃんが、のお母さんがうちを訪ねてきたんだよ、ゆっくりおしゃべりしたんだけど、カミちゃんが行った後だって、あいつら、ね、次来た時、愚痴を作るって言ったから楽しみに帰ってくるんだよ。それからうちの人に会ったら少しは帰ってくるんで文句を言っといてくれ。カミちゃんも体に気をつけるんだよ、チャールズの妻より。いいえ。チャールズの妻よりっていうかさ、チャールズの妻さんにもさ、お名前があるはずだよね。それ名乗っていただいたらいいのに。ねえ、そんな、ねえ、なんか謙遜して、チャールズをメインにしちゃうね。チャールズちゃんがアップしてんだよ。食べるしてよ、待ち合わせてね、ちょっと覗いていってよ。強制連行。待て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 、アップ出てくれよ。次々ジャンプ、やっつけアタック、あ、これちょっと欲しい。で、スーパースピンを手に入れたので、ちゃちゃ、こいつを外してスーパースピン、よし、オッケー。ごちそうさまです。これあるとちょっと便利なんすよ。で、ほい、あー、ないね。どうしよっかなー。とりあえず、料理作っていただきましょう。あんなん、材料持ってきてくれたら、マジ元気になる。元気にしてくれるの？ありがとう。じゃあ、とりあえず、クリクリマロンかな。じゃあ、クリクリマロンで作るわね。うん。ふん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 。あ、そういえばあれかな。ノコブロスの、あれって、できる？まあまあかしら。バロングラス、ああ、3から10になったのね。ありがとう。それはまあ、ありがたいですね。メイプルシロップ。こいつは何になるんだっけ？メイプルシロップを調理すると、てか、そもそもメイプルシロップが調理されたものではないのか？ありがとう。なるほど。ジュースにしたのね。
なんなら10から5に下がってっけどな。カメカメの葉っぱ、あ、カメカメティーか。抽出するんですね。あと、キノコかな。ふんふんふん。ふんふんふん。なんかしら。カメカメティー、あー、3から7ね。バロングラスの方がよかったな。眠れ良い子よはあれだろうね。で、ハニーシロップは、多分、同じくフレッシュジュースになるんじゃないかな。まあ、フレッシュジュースにしたら、じゃあ毒になった時の方がいいから、そうしましょうか。うん、まあ、かしら、キノコ炒め。そう、これ結構ね、序盤ではね、意外と役に立つんだよね。6ってところがいいよね。じゃあ、ハニーシロップ。雷ゴロゴロとかなんか、あれなのかな？何になるんだろう。あの、ビリビリキノコを、やると、キノコ炒めってキノコソテーだったから、なんか、結構いいやつになるよね。あ、やっぱフレッシュジュースね。しまった、メイプルジュースが、あれに変わっちゃったのちょっと痛手出したね。痛手出したね。痛手を出したねってか。ちょっと待ってね。なんかキノコ博士じゃなくて、なんだったっけ、なんかあの図書館運営してるやつ。図書館、図書室なんかよくわかんないけど。おー、いたお邪魔しまーす。じゃあ、ガチャーン、クイズしましたー。クイズしましょう。それでは問題行きましょう。ファッシュッシュ。やりましょう。寿司データハムで詳しくできるのは灰色でございます。ピーン。ピコ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 ーン。目が狂っております。視力 3.2。めちゃめちゃいいやんじゃん。オッケー、それではさようなら。さあ、裏情報。ピーチ姫の何々があって。街の南駅で止まってる汽車ってかっこいいよね。あれ ?K64 って汽車なんだよ。でも今、発車できない。残念。鉄道マニアより。K ってことは何？ドンキーコングのコング。コング！あいついつも余計なことしてるよな。ってことで、ここの、あれないのか、そっか。じゃあ、この話ちょっと便利な操作方法ね。スリーティックでスピン。全然興味なかった。あ、違うわ。あの、ボスをなんか物知りで見れるのってあれか。あの、マリオストーリーじゃなくて、なんだっけ、あの、ペーパーマリオの方か。で、ボスだけなんかあの見れるやつが確かあったよね。こっちなんだっけ。おめえは誰だ？あ、開きません。あー、はぁ、はぁ。こいつなんかすげえ怪しい。よー、レベーラー。いや、あー、結構です。まだそんな、調節するほどのね、レベルは持ってないですからね。あー、雷ドッカンな。これでも20コインで雷ドッカンを持ってたら、まあまあやべえよな。スーパーキノコ。ビリビリキノコ持ってた方がいいんじゃねって思うけどな。まあいいや。しかも10コインで手に入るからね。ここはなんだ？はい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 。確かにゴージャスだよね。一部屋しかないけど。なんならあの 1DK でもないしな。D も K もないからね。どうなってんだろ、これ。よいしょ。で？あー。ここは後で来るところだね。音楽が急に変わった。結構港町かな？港町はまあまた後で来る機会がある。おう。毛虫。餌にされて、かわいそうな毛虫。あとじゃあ、ここら辺は特にないかな。よし、じゃあ、あ、地下行くのもありなんだよな。あ、おめえさん。ぷっ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 、めっちゃ平国やん。ほんで最後に、直接、スカシッペこっちにぶちかましてきやがったな。やったー、不思議な種だー。デリケートなお花。どうしよっかなー。今の状態で行ってもあれだもんなー。うん、ちょっとまだやめておこう。ちゃ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 、あれ？ニュキ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 。一回だけ遊んでいこう。せっかくシルバー手に入ってるしね。はーい。ん？あ、あれあれ？あ、こっちか。よっしゃー、ニュキニュキで遊んでいきますか。メンバーカード必要ですよ。オッケー、シルバーキューパネルでポーン。パネポン。チャチャチャラチャチャチャラチャ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 ラチャチャチャラチャ。これどんなゲームだったっけ。パネルでゴー。10個のブロック。このブロック、パネルが出てきます。パネルは4種類で、順番。1コイン、5コイン、かけ5倍。で、これ、はい、9ブロックコースをクリアすると特別ボーナスでコインが2倍になります。はい、オッケー。そりゃ9ブロックコースでしょ。パネルで、ゴー！チュッチュルチュッチュ。逆にすごくね？
いや、このクッパがいくつ潜んでるか知らないけど、あ、じゃあ間違えた、しょぼい、しょぼい、そんな、5ブロックなんて。いや、まさか一発で引きや嘘だろすごくない？なんかもう、ムカついてきたわ。よっしゃ、もうほんな、もう9ブロッククリアするまでここをやめれませんんですよ、ほんと。おら、おら。あ、てか、同じところが来ない。あ、また間違えた。5、5、5。いや、でもこうやってね、ギャンブルの沼にはまっていくんですよ。こうやってああ、しかももうクソもったいねー。あー、クソもったいねー。そしてジャンプできねえし。なんでだよちょっと待って。いや、えぐい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 。ちょっと待って。あ、間違えた、また間違えた。あ、もう、9じゃないと面白くないんだって。いやー、すごいなぁ。いや、マジか。ちょっと待って、待って、待って。え、ここで何コイン溶かした俺、今。わかんない、わかんない。ちょ、とりあえず、ちょ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 、嘘ー。え？俺の行動が全部読まれている？パネルでー、ポン！パネポン。ちょっと待って、俺今、何コイン持ってるか。64コインね。まあ、いや、まだいける、まだいける。ゴー！ちょ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 。いいね、いいね、いいね。ちょちょちょ。俺は負けない！全部の勝ちを取り戻すまでは。あ、でも多分ね、5コイン5コインでかける5倍とかしたところでもうね、勝ち目がないと思うんですよね。ちゃ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 。ああ、一応勝った。おお、やった、35枚。帰りたい。ちょ、あれ、どうやって帰んの？帰れない。帰りたい、もうやだ、帰りたい。さよなら、あーし、帰った。もうやだ、ギャンブル超怖い。もう超怖い。もう、もう二度とやんな、怖すぎる。いい、知らない、もうブーブーさんとかも知りすぎてて怖いから。いやー、一気に溶かしたね。あれ？これってさ、貯金ってできるのか、だっけ？あー、雷か。雷は別にいらないな。あれ、これ最初に、溶かした？じゃ、最初に出てきたブーブーさんが10匹目の時になんか出ていくんだったっけ？だとすると、いや別にいらねえな。とかメープルシロップくらいじゃない？いるのって。あー、くっそー。いやー、痛い出費をしまくりましたな。ということで、よいしょ。ほいドン。ということで、出発しましょう。ピカピカ、これで、ゴツゴツ山、乗りましょう。とりあえず、砂漠を越えるところまでやっていきましょうかね、頑張ってね。チュンチューン、シュッシュッポッポ、シュッシュッポッポ、星を乗っけて、かき分け、かき分け、走り出せ。みんなでお金を溶かしましょう。私は全く稼げない。まあ、現実世界でね、ギャンブルやらないからいいんですよ。現実世界で長くない？ポッポーじゃねえんだけど、長くない？まあ、現実世界でギャンブル一回だけやったことあります。競艇やって、ちゃ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 だけ協定やって、めっちゃ小さくかけて、トータル4000円だけの儲けをなんとか手に入れましたんでね。はい。最初に一気に6000円稼いで、その時2000円溶かしたんだけどね。ビギナーズラックがやっぱ1日は持たなかったって感じかな。ごつごつ山、ごつごつ山、カラカラタウンへは頑張っていてくださいね。やっぱ暑いんだな。くるくるすごく、このごつごつ山、ごつごつ山はごつごつ山でごつんごつんしてるんです。よいしょ。ほい。あ、目玉焼き。よいしょ。よいしょ。まあ、これ帰りにあいつと会いましょうかね。
とりあえず俺ルイージーになればいいから、じゃあちゃっちゃちゃっ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 ちゃあ、ごめんなさい、ごめんなさい。探し物をしていたもので前を見ていませんでした。あれ？マリオさんじゃないですか？マリオさんですよね。チャース！あ、バレた！手紙運ぶんです。ちょっと、やったんです。でも、ちょっと、なかなか見つからなくて、もしどっかで手紙を知ってたんです。ちゃんと日本語を喋りましょう。ちょ、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 まあいいや、ここ帰り、あーおーおー、こいつで攻撃するのやっぱむずいな。あ、しかも、あー、まあ、いっか。じゃあ、よいしょー。ほいー。あ、一撃じゃしないのか。ピーン、てれててて。かわいいおちんちんが見えるよね。ほい、よし、あー、攻撃力2か。やっぱ、レベル上がってますね。よいしょー。ほいっとー。次ちゃんとクリちゃん持ってくるから、はい、クリちゃんでやっぱやらないとね。オッケー、じゃじゃじゃペキペキューチッピッタッティトルキテンで、クリちゃんにしときましょう。ほいほい、てかまず普通にあれだ、うわ3匹ティーティー、一体ずつ縛いてからにしよう。ちょっとずつでも減らしてたのかね。トータルの被害が少なく済むからね。ほい、痛い！痛い！被害は最小に、頭を叩くときは、根元から、つまり首、くる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 。甘いわ！で、物知り、じゃ物知りましょう。だよ、一緒だけでイタズル好きなモグラだ、最大ピアス、あ、3か。意地悪そうな表情だ、でも大した意地、明るいところでが嫌いなガチボさんです。モグラってでも目がないんじゃなかったっけ。あ、そもそもサングラスかけてるっていう、ああもうそういうやぶなこと言わないでおく、ボコン。そうか、3か、地味に嫌な体力だね。ハンマーさえ手に入れれば問題ないんだろうけど。よいしょ、ボコン。あ、眠れ、眠っちゃえよ、よいこよっちょ、ちゃっちゃっちゃっ、やっほー。アイテムをさ、こいつのタンク部はめちゃめちゃ欲しいんだけど、今手に入れても、オーバースペックだから、残念ながらね。だから、どうするのがいいんだろうなぁ。あ、ちょ。オッケー、たらちゃ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 、ペゲッティー。ティーシュル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 、どう、え、今、ああそうだよね、あとちょ、ああでも結構きついか、まあいいや、回復すりゃいいや。よいしょと、オッケー、くる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 、どうどう、だからこうくると、まあもうちょっとでレベルアップするでしょ？よいしょー。くる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 。おひげくるくる、みくるくる、合わせてくるくる、よくるくる。あ、もうちょっとレベルアップするからな。まあ、別に一回気にしなくても。よー！ボク！ペイ！ペイ！シュル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 。あ、ごめん、あれチンチンって言ってたけど、あれだな、普通に尻尾だな、多分な。モグラはあれだね。野生のモグラは一回だけ見、あ、じゃあ二回か。ある意味二回だな。一回は、なんか穴に潜っているのを、そのモグラの穴だっつって、なんか、あれ何の人だったんだろうな。ちょっとあんまりどういうあれだったか記憶ないんだけど、なんかとりあえずモグラに、の穴に手突っ込んで捕まえた、なんかちょっと、田舎のおじさんがいて、で、あ、モグラってこんなんなんだと思って、ちょっとね、あんまりね、正直可愛くなかったっていう記憶。
で、もう一つは、あ、これ、こっち。ポン。もう一つは、あれっすわ。モグラの死骸。あん。降りといて、降りといて。そう、モグラの死骸。あのね、結構グロテスクだった、モグラの死骸。うん。とりあえず、こっち行った方がいいのかな。手紙を手に入れたら、一旦ここで終わりにしましょうかね。こっちでいいのかな。フライングダイナソー、そんな行く。ああ、違う違う、待ちだ。ほい。ああ、ちょ。オーケー、チャラチャ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 。ドーン、一撃必殺。あ、結構くれる。ドーン、ドーン。ドゥイーン。いやー、あいつはね、やっぱ一回ちょっとチェッキングオーバーしておきたいけど、いかんせんね、結構ね、防御力が高いから、今の状態だったらね、残念ながらピンキーしか攻撃ができないザマスなのよ。ってなると、まあもうちょっとこう、攻撃力に余裕が持てて、攻撃力ももしくは体力に余裕が持てている状態の時に、まあお調べしたいかなっていうところなんで、ちょっと今、すいません、物知りご勘弁いただけたら幸いの極みでございます。すーぶないでやんす。あ、ちょ、待て、ちょ、リーチまでもついてくる。あ、うい、嘘、ぶつかんのかい。仕方がない。やるか。お前からだ。あ、レベルアップする？あ、レベルアップするね、これね。あ、じゃあ、もうふんだんに使っときゃよかった。ごめんなさーい。ナイスー！防御力2の攻撃力が2のはずなんだよね。よいしょ。ちゃちゃちゃーちゃ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 。どうしよう。派手に行こう。ちゃっちゃっちゃっちゃーちゃ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 じゃあ、ぴょんいーん。ピギーン。あー、やっちまっただーよー。しかも2匹いるだーよー。どうしよっかなー。何もできないから。あれ、防御ってなかったっけ？あ、何もしないしかないんだ。あ、そう。かん。仕方ないな。派手に行きましょう。ドゥン、これでまさかスターポイント1個。ああ、これ。ああ、タイミング測りづらー、こいつ。じゃあもうスッキリしとこう。しばらく使うこともないだろうしね。シュン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 。急な影分身の術。あぶれあぶれあぶれ。ピンキーアタックしたらこいつ攻撃できなくなる。ドン、至近距離での大爆発。爆心地はこちらです。で、あん、ハートキャッチプリキュア、あん、いらねえなー、いらねえな、いらねえな、いらねえな、ね、まあ、眠れ良い子の方がいるか。どうしよう。やっぱ眠れ良い子いらない。二つもいらないな。眠れ良い子の、に弱いボスっているのかな？こっち降りて、ああ、大丈夫か。大丈夫じゃなさそうですね。大丈夫じゃなさそうでした。いやっちゃん無理。あ、よし。おお、乗ればか。あ、そうか、願いをしてからでもよかったかな。しまった。一旦表にちょびちょび集まっていくのね。まあ3くれるのは確かにおっきいっちゃおっきい。あー、ここはあれか、またあいつで戻ってくるんだな、パレタちゃん。ピョイーン。あ、ちょっと待って、あそこどうやって行くの。あ、あったわ。ちゃっちゃっちゃ、
ナイスで防御。攻撃された時アクションコマンドを成功させれば。あ、いいじゃん、これ。すげえいいアイテムじゃん。ちょっと待ってね。バッチ。ナイスで防御は3ってことは、じゃあ、こいつと、こいついらない。よいしょ。そう、連続ジャンプはね、今まだいらないんだよね。まあ、ハゲタカジャンゴと戦う時とかだったらもしかしたらいるかもしんなーい。ドゥス。手紙があと、ラストステートメントかな？だね。あれ、あと手紙どこだ？ちゃっちゃっちゃー、ちゃらっちゃ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 ー、滑りましゅー。ちゃーちゃっちゃかちゃっちゃっちゃーちゃ。ってことは、この先に手紙が必要なのか。おぉ、なんか、なんだかんだで収録時間だいぶ長くなってるな。自分でも思って、もう見ない収録、こっちはないよね。自分でも思っても見ない収録時間になっちゃってる。マリオストーリーってこんな長々とするもんだったっけ？なんかもっとサクッとやるようなあのゲームだった記憶があるんだけど。あーたたたたた。オーケー、さよならバイバイ。ドゥーン。くる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 。あ、一回願っとくか。このままじゃスターポイントがたまらなそうだもんね。5分の1くらいたまんのかな。ゴリッと半分くらい溜まってない？おーっしゃー、本日最後のバトルになるはずです。ちょ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 じゃん。いや、時間が無制限にあるんだったらね、全然普通に戦ったりとかもしてもいいのかもしれないけど。さあよー、ピッキーちょうだい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 、ピッキー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 。よいしょね、ラストバトルとか言っておきながらね、もう一回だけ喧嘩売りに行くっていうね。あ、やった、ラッキー、タダでゲットです。チョコラッチャジャン。あ、しかも、いやいいね、フラワー。僕らは色とり、違う、あれ、何だっけ、僕らは井の花咲かそう。なんか2匹も出てきた、かわいい。あ、いや、とりあえずパレッタが仲間になってからでいいか。バレた？バレた？あおう。とりあえずあの、がめつくコインを稼ごう。今日のパートで謎にコインを溶かしまくってくかんな。やったー！ 3 コインゲットー！お尻じゃなくて膝を払うところがなんでって思うけど、まあ、そんなことは気のせいでしょー！オッケー、ちゃっ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 ちゃー。ちゃーちゃっちゃかちゃっちゃ。最後の手紙を渡すときだけなぜか、丁寧に。こんなに親切にお返しをしないと気が済みません。いや、あの、実はですね、手紙を落としてごつぐ山だけの話じゃないんですよ、気持ちが。ギオギ。あはは、ほら、マリアさん、手紙を見つけるのがお上手ですから。はい。まあ、なんかそんなこともあるよということでございますんで、かい。はい、少し飛ぶことができます。まあ、これは、でもね、あの、マリオがちょっと重すぎるから仕方がないよね。さあ、振り切っていきましょう。私は、私を連れているときにしか意味がありませんよ、というメタ発言、ありがとうございます。ということで、セーブポイントがこの先に、あれ？あれ？セーブポイントなかったっけ？わー、なんか生えてきた！あ、よし、じゃあ、このあたりでね、はい、砂漠編。次からどん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 進めていきたいというふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、応援していただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。